今日はプライベート聴講と言いますか、まあちょっと時間も余ったので自由に遠賀川を攻めていきたいと思います。早速もうポイントについているので、ここの沖をちょっと狙っていきたいと思います。最初今日は縛りも何もないということで、やっぱりフリーリグからですね。リキャプチャーフリーリグ7か 5g です。やっていきます。昨日糸変えたばっかなので初手から大バックラしました。今日は沖の釣りを結構展開していこうと思ってるので、魚探をね駆使していきたいと思います。頑張るぞい。でも最近はもう魚探の見方もだいぶ慣れてきて、ちょっと使い方もこうなんかピッピできるようになって、で今見たい画面はこれやけん、このセッティングとかなんかこう画面のあれとかできるようになりました。いやーやっぱなかなか沖の釣り難しいですね。ちょっと何もないな、当たりも何もないな。まあでもここはこの間難関フィールドに挑戦の動画の時に、この橋脚のちょっと周りの沖らへんがゴージャスということを魚探で確認しているので、ここをやってでこの橋脚打ってまたその向こうの沖をしていきたいと思います。結構ねボトムが5リットルのは感じ取れるんやけど、何もバイトがないですね。まあでもこのままもう最上流に向かってずっと沖とかをやっていこうかなって思ってるので、まあどっかに当たればいいけど、ね、こんな感じで結構ねこうちょっと根がかり、まあ外れるけどちょっと根がかるようなねとこをちゃんと狙えとるんやけど、なんもないっちゃね。やっぱむずいな。いやでもめっちゃいいな、バリゴリっとるんやけどな。橋脚周りと橋脚も何もなかったので、虫狂いの時に釣れた沖をやっていきます。もうねさっきからさトイレがしたくてしたくてたまらん。いやもうやばいよ、我慢しすぎて、もうあの盲腸じゃなくてあのもう一個の方、あの盲腸じゃなくてあれになるわ、なんだっけもうわからん。まあ虫狂いの時に釣れた沖とか言おうけど、今日の午前中虫狂いやったけんね今日の午前中虫狂いやってちょっと時間が余ったけん、今ちょっと普通に釣りしとるよって感じです。けどあれドラグ閉めてなかったよ今、えかかったかなこれ、ドラグ閉めてなかった、ちおちびちゃんや、もうかわっこちゃんや、ちょドラグ閉めてなかったとかいう問題じゃなかった全然大丈夫やった、全然大丈夫やった。もうはい全然大丈夫やった。でもドラグバリゆるゆるやった
フッキングした瞬間スルスルスルーいったよ。もうびっくりした。いやドラグはほんとね、なんでこんなに締め忘れるんやろ。わからんわ、自分でも謎。釣れました。いや今日ここの沖いいよね。上顎かっぽしですね。あ、これはバレんわ。でも ドラグゆるゆるの割にいいとこかかっとんや。奇跡、奇跡に近い。それでは行きます。私がアルバイト面接で落ちた釣り具屋さんはどこでしょう。1釣り具のポイントさん、2釣り具のキャスティングさん、3亀屋釣り具さん。正解の釣り具屋さん今でも好きなのでたまに行かせていただいています。正解はエンディングで。それでは本編戻ります。めっちゃトイレ行きたいのに喉乾きすぎてお茶を飲むっていうねもうすぐそこの席が下流の一番最上流です。最上流のところはチョコレートブロック、チョコレート護岸っていうんかな、なんかそれがこうずーっと入っとんよ。ずーっと入っとうけんもうこう打ってちょんちょんってしよったらキリがないけん、次のところはこのハートテールでボトムをずっとテロテロ巻いてくる作戦に出ようかなと思ってます。またこれも昨日ラインを巻いたばっかりなのでバックラには気をつけたいと思います。ちゃんとこうセッティング確認して、確認しての OK。 やばい、おかっぱりさんがいっぱいおるのにめちゃめちゃでかい声でお話ししよった。はずい、めちゃはずい。2メートルぐらい。いい動きしてますね今日も。あ、おかっぱりさんいっぱいおるけどこう被るとこには入ってないのでそこは大丈夫ですよ。ちゃんとそこは気をつけてやっております。こう被らないようにこうやってます。でもこのチョコレートブロックもフリーリグでしか釣ったことないけん、本当はこのボトムテロテロ巻きでちょっと釣れるかどうかっていうのは怪しい。まあでもほら何事もねチャレンジが大事とそういうことよ。うんなかなか何もないですねやっぱり。むずいな。私下流のもっと下流、もうめちゃくちゃ下流側ってほとんど本当にマジほとんど行ったことなくて、ちょっと気分転換に行ってみようかな。ちょっとこれ回収し終わったら下流行こうかな。あーたまにこの尿意が襲ってくるマジで。あーやばい、やばいよ。皆さんここが噂の最下流ですって言いたいところなんですけど、全然下流でもなんでもなくて、途中まで来たんですけど波が高くて結構怖いんで、また今度にします。最下流行くの。でもめっちゃ途中まで来たけど割り広くないですか。ちょっと見て、てて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 
なんかもう何もないしバリ広いよね。こんな感じです。でもまだまだ先です。もっとあと15分か、まあ最悪20分ぐらいかかるんじゃないかなって思います。でもちょっとぶっ飛ばしていくのもちょっと怖いし、まあ、ゆっくり行くにしてもあんまり時間がないので今日はここまでにしときます。だいぶ日も落ちてきましたね。そしてトイレうるさかったのでちょっとトイレもしてきました。で、まああと時間もあんまりないので、あのここのね、この橋脚を粘りにネバネバ粘って、まあ、最後もう絞り出して終わろうかなと思います。3.5g フリーリグでビーバー使っていきます。おなじみの。はい、乗った、乗りました、出た。あー、さっきと同じぐらいです。先ほどと同じぐらいですよ。絞り出したというのか。やばい、あーやばい、下手くそ、あーやばい、下手くそ、あー下手くそすぎる。イエーイ、はい、2匹目です。では最後に1本出せたので切りよく終わりたいと思います。午後から遠賀川を自由に攻めていくということで、最近あんまりプライベートの釣りも行けてなかったのでめちゃくちゃ楽しかったです。もうすごく楽しかったです。まあ、サイズはそんなに大きくなかったけど、私的にはすごく大満足です。ということで今日の動画も見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。